さあ、時刻は7時を回りました。FM 小座をお聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。こんばんは。国、え、会、ー、の時間も FM 小座のスタジオから生放送でお届けしてまいります。わらびんちゃ応援ラジオ、PTA、パーと楽しく、アイエナの時間でございます。司会進行は私、中野町小学校 PTA5 年生の宮島真一と、 FM コザの池城めぐみですはいめぐちゃん今日もよろしくお願いしますさあ今日は2月の20日ですかもうそうですねもう残りわずかとなってしまいましたねあと1週間かー毎回言うけどね言っちゃうねこれね言っちゃうねなんかセットなんですかねセットだね頭で必ず一週間早いねってところがもうこれが上等区みたいになってますけれども あの暖かいんだか寒いんだかっていう中で皆さん体調はいかですかね大丈夫ねえもう崩しやすい感じですけどね私はまだ大丈夫です僕も大丈夫です大丈夫ですよ噛んますけど <laughs> 大丈夫ですよだって僕はもう真っ赤に燃えてますからそうですよもう今日もね,ね真っ赤な 服着てますからね。ですよ、もうね小沢ね今今か今かと。そうですよ、もカープのキャンプをね。バカベニューもねもう真っ赤ですよ。いよいよ今週末ですね。そうなんですよね。パレードもありますけれどもねもう沖縄市内の少年野球やってる皆さんね中学生も高校生も含めてテンション上がってるんじゃないですか。そうですよねもう小沢ゲート通りはもう暑くなるですよねきっとね。僕ね正直ねこの勝ち慣れてないのでねカープが優勝し慣れてないのでみんなこうそんなにね あの、はい、うんってなってるはずなんですよ。よ <laughs> 正直なところ、ね、優勝ってっていう感じこっ、ね、でしょうかね。あのやっぱり強いチームを応援しがいがあるじゃない。 そうですねキングスもそうですけれどもねこういうところからな何かこうみんなで一つになるっていうような雰囲気がね,ね<ー>パレードで見れたらちょっと素敵かなでも25年ぶりということはね,そ,うですよねそのビッグイベントをね,ね<ー>みんなで楽しめたらな盛り上げていきたいですねというわけでございましてこの番組はですね一体どんな番組かといいますと毎週月曜日のこの時間に沖縄市内にあります小学校中学校たくさんありますけれども週替わりでスタジオに遊びに来ていただいて児童生徒はもちろんお父さんやお母さん PTA の皆さんねそして 学校の先生の皆さんもゲストに来ていただいていろいろ学校のですねお話を輸託していただく番組となっております、はい、今日はですねヒアゴン小学校の出番となっておりますよ一体どんなお話が聞けるんでしょうか楽しみにしていてくださいねえー、とヒアゴン小学校にゆかりのある方今まさに学校にね子どもたちが通ってるとかね地域のことでいろいろですね携わってますよという方がいたらぜひ 応援メッセージを送ってくださいね。今日のゲストはヒアゴン小学校の皆さんです。<laughs> FM コザの E メールアドレスは 761-fm コ a .jp です。リスナーの皆さんが持っている携帯電話、パソコン、スマートフォンなどからダイレクトにメッセージを送ってくださいね。もう一度言いましょう。FM コザの E メールアドレスは7 6 1 ですそして番組はツイキャスそしてユーストリームでも生配信中ですのでインターネットがつながっているところであればどこでも国内外はもちろんですね国内外って言っちゃったね今ね。と <laughs> いうことは海外もってことですよね。<laughs> そう,ですう全世界ですね。フィアゴン小学校にゆかりのあるカナダの人とかねブラジルに住んでる人とかもねもし聞いてたらメッセージを送っていただきたいと思います。はいはい わらびんちゃん応援ラジオ PTA パーッと楽しくアイエナこの番組は沖縄市 PTA 連合会の提供で1時間生放送でお送りしますはいああ、そうそう,そうえー、っとです 今日ラジオ初めてだという方はどのくれくらいますか。<laughs> 以前出てますね。出てますよね。えっとこの後僕振りますので一人ずつこちらからえっとまあ名前えっとまあ副会長ですとか担任ですとかって頭につけてまああれでね。ひやゴン小学校のからですね。簡単に自己紹介から始めて振ります。 さあ時刻は7時4分を回っておりますお届けしているこの番組は FM 講座のスタジオから今日も生放送でお届けしておりますよわらびんちゃん応援ラジオ PTA パート楽しくアイエナです今日のゲストはヒアゴン小学校の皆さんです皆さんこんばんは おはようい、よろしくお願いします。ますじゃあまずは大人の出番を10分ほどね。お付き合いいただきたいと思います。お一人ずつ自己紹介をお願いします。マイクに近づけて元気たっぷりで、はいえー、どうぞ。はい。えっ、ー、とヘアゴン小学校 pta 副会長の大城俊介です。はい、よろしくお願いします。ます俊介さん、そしてお隣。 はいええー、五年二組の担任をさせていただいてます荒垣由紀と申しますよろしくお願いしますはい荒垣先生よろしくお願いしますそしてこれですかはいこれですヒアゴン小学校二年二組担任してます小谷彩ですよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますそしてはいヒアゴン小学校 PTA 事務県 地域コーディネーターをやってます崎原智美ですよろしくお願いしますはい崎原さんよろしくお願いしますさあまずはですね僕の隣に座っておりますヘアゴン小学校 PTF 会長の大城俊介さん、はい、このラジオでるの初めてなんですよね初めてですねこの番組ってちょっと前に聞いたりとかはしてませんでしたか結構聞いてますよあ本当に嬉、はい、しいまさか自分がの出番が来るとは そうですね、うん、あのいつもなんか出るときはそんな時間なくてこれないんですけどやるときは,はい、はい、今日、時間あったんで<あ>じゃあぜひよかった、嬉しいありがとうございます <laughs> そんな俊介さん PTA 会長の大城俊介さん今、学校のこの PTA 活動とかって楽しくされてますか 短縮してるつもりですけどね。なんでつもりですけどねって。うん、いや、後半も、半分、いや、むしろ七割ぐらい遊んでます。そうそう、そう、そういう話がね、やっぱりね、ラジオを聞いてる皆さんに、僕は届けたいなと思ってるんですけど。今お子さんは、えっと、六年生、今度卒業と、二年と、やが、今度一年生。ああ、ということは、もうあと少なくとも五年。 ぐらいか。いや、また下に控えてるんで。あ、まだいんのすげえ,え。その人は何歳その人三歳。わあじゃあもう十年ぐらい。らい <laughs> まだまだ。僕もそんな感じなんですよね。うん,うん今うちの下が五歳なんで。まだまだですね。まだまだ遊べます。あの、一番上の子が <laughs>、はいまあ、PTA に入った時からもう PTA として携わってるんですか三年生ぐらいの時にちょっとこの近くの先輩のおじさんに誘われて。はい、うん。 ちょっと手伝ってくれんかと。あはいはい。いいですね。やっぱ入り口ってそういう感じですよね。そんな感じですね。ね、はめちょっとなんかあれでしょ。堅いなとか、堅そうだなとか、何すんだろうって思ったけど、やりいるじゃないですか。あほとんど遊んでるよしみたいな。あ、そうなんですよ。いや結構ね、なんか敷居が高いとかね、何か責任を持たされるのかなとか思うけど、全然違うよね。そうですね。うんうんうん。まず初めにじゃお手伝いで呼ばれた時のことってどんなお手伝いだったんですか。覚えてます。 あんに覚えてない,てない <laughs> そのくらい楽しかったってことですよね忘れてしまうぐらい <laughs> そ,れそれぐらいなんかそんなに、うん、そんなに大したことじゃないみたいなうん、うん、そうですよねで実際入ってみて、えー、お父さんお母さんとのつながりも増えましたでしょそうっすね子供の時とのお友達って、うんはい、と違って大人になってからできる友達みたいなああ、うん、そうだよね 変な話か分かる分かる分かる <laughs> まあ変な話っていうかまあお互いこうためになる話とかねそうなんですよねその辺がだからやっててこう楽しく続けられる理由っていうのは大人になってからの大人同士の友達関係っていうのは 職場以外ではなかなかないですもん、ね、そうですねこれが一番楽しいところじゃないですかね素晴らしいありがとうございますそしてお隣五、えー、年生の担任をしております荒垣先生はい荒垣先生はどうですか pta の皆さんとあのいろいろ仲良くされてますかイベントなんかもそうですねちょくちょく自分も、うん、あの懇親会とかまあ。 学校でのお話とかに参加させていただいていいですねまず開校一番が懇親会っていうのもいいですねすいませんまず話し合いですねまず話し合いを参加してからの懇親会ですいやいや全然いいんですよちなみに新垣先生は今5年生の担任だということなんですけれども学校の先生としての職歴何年ぐらいもうされてるんですか年年生生でですす初めてなののこ職業というか 先生1年生そうですね初めてになりますということは毎日ドキドキが止まらないでしょ本当もう4月なんてもう本当にもうドキドキでもう毎日何していいやら分からずもうほに突っ走ってるだけででも荒牧先生見てくれば結構ちょっともうあれですよいい感じのとこまでいってるように見えますよよく言われます 30代と思ってた。まだ十分20代なんですけど。本当ですか。はい。ええ、新田先生はなんで学校の先生になろうと思ったんですか。そうですね。やっぱり教えることが好きだとか子供たちとの話会話が楽しくて、学校の先生ってとってもいいなと思って目指し目指してたんですね。じゃあ目指そうと心を出したのは何歳ぐらいの時とか覚えてます。そうですね。えっと小学校の時にえっと野球部の えー、コーチが学校の先生でとってもよくしてもらって勉強も,もう野球も教えてもらっててて、うん、とっても、ね、こういう自分もうその先生のおかげでとっても人生変えてもらったので<ー>、はい、もうこういう仕事ってやっぱ教員しかないなということでい、はい、目指しましまたそのともにビジョンというか見えてて将来こうなりたいなこういう先生みたいになりたいなって思ったんですね。 そうですね。まあ子供たちと仲良く、そうですね。子供たち楽しくできたらいいなと思っていました。ちなみにその先生のお名前は、今校長先生をされてるんですけど、これ今出していい大丈夫です。上の名前だけでも、あえっとまあ中学校なんですけど、よなみ先生っていう、先生、はい、方です。よなみ先生にメッセージお願いします。えっと小学校あるいはもう卒業してからもう中学校でも えと社会人になってからでもいろいろとお世話になりました本当に、えー、先生の一言あるいは言葉かけに、うん、えと助けられてきました本当に感謝してますありがとうございますああ素晴らしい嬉しいと思いますよますだってひょっとしたらねこれからあ荒垣先生のお背中を今の子どもたちが見て、うん、荒垣先生のような先生になりたいって思う生徒 にきっと出会えるはずですよ。いやー、嬉しいですね。そう思えてもらえると、うんうん、そのようになるように頑張ります。はい,はい。本当は何歳なんですか?。本当。 二十代です。二十代す <laughs> 失礼します。失礼します。ます <laughs> さあ、続いて、ええー、小谷先生。はい。はい、小谷先生、今日はありがとうございます。はい。初めてなんですね、ラジオね。はい、初めてで、緊張してますど。どうですか、緊張してますか。はい。はい、えー、そんな小谷先生にも聞きたいと思います。はい、学校の先生、今、ね、やってると思いますけども。はい、いつ頃からやりたいと思ってたんですか。と、私は両親が、うん。 教員だったので、まあその背中を見て、無理やり、自然、そうですね、レールを引かれるではないです、自然と、そうなりたいなと思って、素敵ですね、ああじゃあもうきっかけはもうお家にあったんですね、お父さんお母さんっていうね、はい、えその簡単にはでも学校の先生にはなれないと思うんですけれども、そうですね、私本当はちょっとえ専門が中高のあの免許持ってたんですけど。 やっっぱりちょと厳しい面もあったり働いたとこが石川青少年の家っていうところで働いたことがあって小学校5年生が宿泊学習で来た時に小学生もいいなと思ってそこから免許取り直して小学校の先生になって今年初任い、1年生です、私も。 どうでしょう、もちろん大変なこともあると思いますけれども、はい、その先生という職業は。はい、ええー、小谷先生にとって、どういうお仕事ですか。あ、いや、もう。癒しですね。あ、すごい職場が癒しになっているところなんだ。はい。うん、子供たちの、あの、何気ない一言だったり。 もう可愛いんですよねはい、目がキラキラ輝いてて輝かせながら先生歯抜けたって言われるともう最高ってなっちゃいますねいいですねいや本当素晴らしい瞬間しかないですよね小学校ってねありがとうございます続いて咲原さんはい咲原さんはこの地域コーディネーターということもされながらだと思うんですけどもどうですかヒアゴン小学校は皆さんチームワークバッチリってな具合ですか なんですか曲チームワークはいいですよ。ああいいですねはいはい。そういうのやっぱりこうつなげる部分もやっぱりあるじゃないですかコーディネーターとしてコーディネーターとしてのまあやりがいみたいなってのはどういうところにありますか？うんやりがい難しいですけど一言では言えないんですけど長くなるんですけどいいですよ。あのとにかく。 一人でも多くの保護者とか地域の方が学校に来てく足を運んでくれるっていうのを常に頭に入れて自分のやることを少しでも発信できたらなと学校がこうやってほしいんですよっていうのを発信できたらなって常に思っていますなるほど、はい、その中にはいろんな出会いが毎日あるわけじゃないですか。そ,すはい、そのこと自体も もう楽しいです結構ねあの保護者だけではなくて、うん、地域の方とも知り合いになるっていうことは、うん、すごい今自分の中でも何、うん、て言うんですか、うん、宝物の一つになっていて、うんうん、確かにちょっと怖い怖いって言ったら変ですけど、うん、スーパーとか行っても 知り合いばっかりいるのでね、<laughs> 大変なんですよこれが。はい。で<も>なんですけど、いい面もあれば悪い面もあるっていうところもあるんですけど。うん、<laughs> まあね、はい、そういった意味では、うん、あのただ充実しますよね。そうですね。でも楽しいですよ、うん、とにかく、うんうん。なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい、えここで一曲お届けした後、まだまだ番組は続いていきます。えー、ヒアゴン小学校の効果をですね、リスナーの皆さんにはお届けしたいと思います。よろしいでしょうか。 オッケーそれでは聴いてください覚えてる方ね卒業生の方は一緒に歌ってみてはいかがでしょうかそれでは聴いてくださいヒアゴン小学校の校歌です <music> お届けしたナンバーはヒアゴン小学校の校歌でございました皆さん歌っていただけましたでしょうかさてここで最後の質問をですね、えー、今スタジオにいる4名に聞いていきたいと思います次は逆から行きましょう崎原さんから聞きたいと思います、はい、え事前アンケートではブランクのままなんですけれども、はい、あえて聞きたいと思いますこれからやってみたいこと行ってみたいところ食べたいもの何でもいいですこれからの話を聞かせてください <laughs> これからですかはい やってみたいことやってみたいこといっぱいあるんでねそう1個だけ今思いついたの1個だけください1個だけはい1個だけうあの来年実はヒアゴン小学校10周年10歳のお誕生日を迎えることになりましてななるるほほどどそれで最近規制会が立ち上がりまして今まだ準備の段階なんですけどもはいそれに向けてちょっとはい 気合がもう頑張っていこうかな、うん。<と>なるほど。はい。もうね、ラジオを聞いている皆さんに伝えたいことが一つありました。酒原さん、目力半端ないです。<laughs> <laughs> 教頭先生に言えって言われました <laughs> 言ってこいってちゃんと PR してこいって言われました、はい、いよいよ次年度が10周年と、はい、いうことですねです、はい、はい、ぜひリスナーの皆さんね、えー、これまでの卒業生の皆さんの力もね、これから必要となると思いますので、うん、ぜひ協力いただければと思いますさきらさんありがとうございます、はい、さあ続いて小谷先生、はい、小谷先生将来の目標夢教えてください <laughs> 将来は <laughs> うん うん、老後は花屋さんを経営したいなと思っています。みんな花買いに来てね <laughs>。いいですね。花屋さん。これはなに先生になりたいと思う前に実はちっちゃい頃に思ってたことだったけど。そうですね。実は悩んでいてどっちか。うんうん、<laughs> いいじゃない。花屋さんやりながらでもいいんじゃないの？いいですかね。準備しながらね。あ、そうですね。うんうん、はい。絶対ニーズあるさ。感想限界の旅ね。<笑><笑>あ、いいですね。各学校にちょっと考えておきます。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。さあ続いてご令せたに。 荒垣先生はい、はい、荒垣先生はどうですか、これからの夢そうですね、うん、まあ考えたんですけど、うん、まあ将来の夢は先生だったんですけど、はい、まあそれはもう叶,、ね、叶っちゃったの、ね、で、うん、まあそうですね、えー、野球の<お>、えー、チームの監督をしたいなと、素晴らしい,、はい。そうなんですよねこれはもう秒読み段階入ってくるんじゃないですか。 そうですねここもすぐ叶えられそうかなって思ったんですけど今ちょっと業務に追われてなかなか実現しないんですけどいいですねでも楽しみですねそうですねめちゃくちゃ楽しみですぜひ慣れたら僕応援に行きますんでありがとうございますよろしくお願いしますありがとうございますさあ続いては PTA 副会長の大城俊介さんこれからやってみたいこと夢教えてくださいそうですね夢は今ちょっと会社員やってるんですけど自分の 会社もしたいですね。ああ、自分の会社。最終的には。はい、はいはい。ということは、社長ということですね。はい。社長になろうと思ってます。え、うん、ちなみに、それ、一体どんな会社なんでしょうか。あデザイン会社。なるほど。です。お<ー>はい。なんか、しゅすけさんは、ちょっと、なんか、軽い感じがいいよね。<laughs> デザイン会社。みたいな。<laughs> まあ、<laughs> 今風で今風で <laughs> 素晴らしいですね皆さんそれぞれやってみたいことチャレンジしたいことを聞くことができましたありがとうございますではここで1曲挟んだ後子供たちの登場となりますよそれではですね将来これから野球チームの監督結婚もしてみたい新垣先生のリクエストナンバーをお届けしたいと思います <laughs> <あ>こちらじゃあいいんですかいいです曲紹介お願いしますすいませんじゃあ、えー、と私が選んだ曲「ラブピーチでよろしいですか はい、ありがとうございます。 さあお届けしたナンバーはユーズでラバンドピーチこの曲は荒垣先生のリクエストでございました今日の荒美ちゃん応援ラジオ PTA パッと楽しくアイエナはヒアゴン小学校の出番となっております CM の後今度は新しい児童会のメンバーがスタジオでいろんな4択をしてくれますお楽しみに一旦 CM そうだね先にちょっと今来てるメール読んでからのやっぱりお腹空すいただからよわ <laughs> かるわかる。 時刻は7時27分を回っておりますお届けしているこの番組はわらびんちゃん応援ラジオ PTA パーッと楽しくアイエナです、えー、メッセージを紹介いたしましょう E メールでいただきましたこちらはラジオネームがみゆき先生からいただきました <laughs> <laughs> 大城副会長、楽しいトークできてますよ。今週木曜日はキャリア教育の講話もよろしくお願いしますね。楽しみにしています。とみゆき先生からメッセージいただいております。ありがとうございます。 えー、そしてあもう一つありましたねみゆき先生から、えー、縁の下の力持ち酒原さんラジオ慣れした感じのトークですね10周年の PR もありがとうございますぜひ成功させましょうねとメッセージありがとうございますそして元 PTA 会長さんからもメッセージが届いておりますこんばんは宮島さんはいこんばんは今日はヒアゴン小学校でしたか大城さん酒原さん10周年バッチリ宣伝してねあと 資金造成がたくさんあるといいですねというメッセージが届いております <laughs> ありがとうございますさあここからはですね新しい児童会のメンバーがスタジオに入っておりますよ一人ずつ自己紹介していきましょうまずは私の隣からどうぞヒアゴン小学校5年生の中尾地ほのかですはいほのかさんよろしくお願いしますそして ヒアゴン小学校五年生の稲福美恵です。美恵さんもよろしくお願いします。そして。ヒアゴン小学校五年生の千葉のゆきです。よろしくお願いします。はい、はい、ゆうきくんもよろしくお願いします。さあ、一人ずつ聞いていきましょう。まずはほのかさんから。ほのかさん、元気?。はい。<laughs> 本当は?うん。元気オッケー、いいですね。今五年生ということですけれども。もうすぐ六年生ですね。うん、早いね。 あっという間。うん、あっという間。そうだよね。ラジオだから元気よく喋ってね。はい。はい。今学校で頑張っていることを教えてください。うん、一番頑張っていることは児童会自動、うん、会役員の仕事ですね。そっか。今まさにね始まったばっかりの児童会だと思いますけれども、児童会役員のお仕事ってどんなことするんですか。うんと、もうすぐ六年生を送る会があるんですけど、それの各クラスメッセージを書く紙？うん。うん を用意するためにうん、うん、みんなで残って作ったりしたんですよ最近そっかまずはじゃあ先輩たちをこう送り出すこの会を成功させないといけないね、うん、初めてだからいやそりゃそうだよね初めてのこと、うん、だらけだもんねやっぱね小学校の経験つったらねちなみにこの児童会の役員っていったらどうやったらなれるの、うん 自分を選んでとか、うんうん、そんなアピールをしないといけないそうだよね <laughs> ということはほのかさんは自分からやりたいって言ったんだ、うん、おすごいその時に何ちゅうのマニフェスト <laughs> 公約私が児童会にあったらこんなことするんだみたいな話もするわけ、うん、おしたんだ覚えてるどんなこと言ったのなんか思い出して一、ね、個でもいいから。 なんかいろんな企画とか行事とかを考えて、なんかみんなを引っ張っていく感じ。素晴らしいですね。どうですか。まず一回目のこの六年生を送る会っていうのをやるわけですけど、テンション上がってます？はい。おおいいですね。何かカードを集めるとかって言ってましたけど、どうですか。集まってます？書いてもらうでしょ。なんかメッセージ。ああ<ー>、うん。ああ、って俺知らないからね。<laughs> <laughs> これから集めるのか,うか頑張ってくださいねさあ続いて稲穂美優さんにも聞きましょう美優さんも同じく児童会の役員ね、これって役割ってみんなそれぞれあるのそれともみんな一緒にやる感じ一応一緒にやったりうん。特別また美優さんが担当してるものっていうのもありますか副会長をやってますお副会長は何するの う,ーんうんとう,うんうんまあでもこれからやることだからね、はい、うんどうですか皆さんまずは仲良しですか児童会のメンバーははいこれは即答ですね何名名いるの児童会ああ結構じゃああれだねその他の学校とかでいうと結構10名とかってあるけど6名だったら割とあれだねいろいろスムーズにまた話も進みそうだね。はい マザでも仲良しっていうのがいいねまあ児童会の役員の仕事も頑張るこれから頑張ると思いますけども単純にね学校で楽しいことってみゆうさんは何ですか友達と話したりすることです、うん、やっぱり女子はおしゃべりだよねはい <laughs> やっぱりどんなことお話ししてんの休み時間とかええー、うんどんな話題が最近盛り上がってんのええー、うん トランプ大統領の話とかするの?。<laughs> すいません。ないはい。<laughs> <laughs> どう話するの?。えー。うん、休みの日にしたこととか。などお話します。じゃ、聞いていいですか休みの日は何してるんですか美代さんは。うん。お母さんとお出かけ行ったりします。うん、あ、いいですね。どこに行きましたか?。えっとね。うん。うん。あれあれ?。<laughs> 認知症になるにはまだちょっと早いと思いますけど <laughs> どこ行ったのかなえっとどこだうん待ちますよ僕思い出したら教えてくださいね。はい、はい、ありがとう続いて千なゆうきさん。はい、はい、ゆうきさんも児童館役員立候補したんですか自分で行ったのかそれとも誰かに推薦されたのか。うん まあ、自分で立候補したんですけどうん、うん、周りからの後押しもあってううもっとやるる気が出るおなんか本当の選挙に出てすごいねじゃあ周りのサポートもあってちょっと一応頑張ってみようかなみたいな、はい、さっきもねほのかさんに聞きましたけれども結城さんはどういうふうなことをしたいというふうによく町会なんかで校長先生が言ってるんですけど、うん、みんなに気づく力をつけたいなって思って。うんうん 落ちているゴミを拾うとかそんな当たり前のことからやるようにしていきたいな <laughs> あのね今ねえー、とスタジオのギャラリーの皆さんがすごくざわついたんですけどもあなたが言った今のキーワードもう一回言ってもらっていい <laughs> 何でかな多分うんでなんうん。 こういうのは、必須になってくるのかな。うん、あ、すごいですね。えー、これは今、ヒアゴン小学校で流行ってるキーワードなんですかね。はい。続きっていうのはね、えー。面白いですね。なんか、今、とてもいい雰囲気で、ラジオやってますけれども。さあ、こんないい雰囲気で、児童会って、これからやっていけるといいですね。はい,はい。えー、じゃあ、ゆうきさんは。その、活動以外にも、お学校の楽しみ方、頑張っていること、他にもあると思うんですけども。どんな感じで楽しんでますか。うん。 もちろんやるときは一生懸命やるんですけどやっぱり友達なんかとだらーんと遊ぶのが、うんうん、いいですねだらんとする時も必要だよね、はい、もう僕結城さんを見てるとですねもう本当に議員と喋ってるみたいな気持ちになってん <laughs> なんかあなた落ち着いてるね長男ですか長男一人っ子,あっ子あ今日おお父さんお母さんん母誰か来てる あ、どこ、どこにいるのか?。あ、なるほど、あ,あ、なん、うん、似てる、似てる。<laughs> かって <laughs> ありがとうございます。さあ、それぞれまた、いろんなお話を聞いていきましょうね。ほのかさん。はい。ほのかさん、将来やってみたいこととか、夢教えてください。えっと、将来の夢は看護師になりたい。おお、看護師、なんで看護師になりたいと思ったの?。なんか、お父さんもお母さんもおばあちゃんも、うん、みんな看護婦やってて。うんうん それでなんか見ててかっこいいなと思って。ええー、無理やりじゃないの。無理やりじゃない。自分でやってみたいなと思ったんだ。<laughs> うん、ええー、お家でお父さんとお母さんがお仕事の話をしたりとかっていうのをそばで聞いたりする。するうん、ああ、どんな話してんの?。言える範囲で言って。お父さんの病棟の人の話とか。なんか。うん、お父さんの仕事の勉強会。うんうん、っていうのかな、うんうん、なんか、その勉強する本を、うん。うん ほんほん見てたりとかへえそれをそばで見ててかっこいいなとかやってみたいなと思ったんだ、うん、すごいこれお父さんお母さん聞いたら喜ぶと思うよ今日来てる来てます来てるどこにいるあどうですかお父さんお母さん将来看護師になりたいって言ってますけれども嬉しいですよね まるなりました <laughs> 嬉しいですねありがとうございますさあ続いて稲福美みゆさんにも聞いてみましょう将来やってみたいことを教えてくださいパティシエになりたいです出たパティシエいいですね <laughs> この間つい先週ですねえー、2月14日は何の日だバレンタインですその時何か作ったりしたのお家でああ時間がなくて作れましたあんな人かしい <laughs> 普段何してるのみゆさん <え>習い事結構やってんのじゃあ,あ一つしかやってましたもう何ですかそれはそろばんですそろばんが忙しかったんだじゃあ君はちょいちょいいろいろ忘れるね <laughs> <laughs> パティシエなんでパティシエになりたいと思ったんですかお母さんとケーキ作った時に楽しかったからです、うん、ああいいですねその時のケーキの味は覚えてるはいどうだった美味しかったですだよねどこに作るお店 いやそれはまだ考えてます <laughs> <laughs> ぜひこの辺近所に作ってくださいねはい、はい、ありがとうございますさあそして、えー、県会議員の千葉花さんにも行 <laughs> きたいと思います <laughs> ゆうきさんはいゆうきさん将来やってみたいこと教えてください <laughs> 将来はベストセーラー作家になりたいですおお<ー> <laughs> ベストセラー作家あー物書きにななりたいんだ、はい、えなんで作家さんになりたいと思ったの,、うん、その,その自分の作ったものが周りの人に読んでもらえるっていうのが、うん、その共感できるのがいいなって思って、うん、あすごいな今まで自分が書いた,た例えば作文とかさそういうのって誰かに読んでもらったことってある、うん、学級でなんか読み合ったりすとか<お>そういう機会がちょくちょくあるので、うん、それは何創作するわけ物語を 物語を作ったり、説明文だったり、さまざまなスタイル、ねうんうん、えー、すごいな映画好き映画,、はい、映画好きどんな映画が好き今まで見たのです、うん、結構 SF とか大人っぽいの<お> <laughs> 大人っぽいのが好きなんだ <laughs> じゃあ僕それ映画監督するからさ脚本を書いてくださいよ <laughs> よければ是非よければ是非 <laughs> よろしくお願いしますいいですねさあ作家になりたいそして看護師になりたいそしてパティシエになりたいという3人の皆さんとここでお別れしたいと思います1曲をお届けしましょう誰の曲をかけようかなまだ決めてなかったなうーんほんのっかさんああ ほのかさんの大好きなこの曲。この曲をですね、リサの皆さんにプレゼントしたいと思います。じゃあ、ほのかさん、この曲はじゃあ、誰にプレゼントする?。今日聴いてくれた人とか。すごいいいですね。それでは、曲紹介お願いします。えっと、モンゴル八百の小さな恋の歌です。All right. お届けしたナンバーはモンゴル800で小さな恋の歌でしたさあ時刻は7時43分を回っておりますお届けしているこの番組はわらびんちゃん応援ラジオ PTA パート楽しくアイエナの時間ですさあここからはですね後半戦ですねヘアゴン小学校の児童会の新しいメンバー残り3名を スタジオに招いております。じゃあ、一人ずつ自己紹介をお願いします。元気たっぷりの声でお願いします。どうぞ。ヒアゴン小学校の5年生のテリアカノンです。カノンさん、よろしくね。しくねそして。ヒアゴン小学校5年生の島袋二雷です。二雷君もよろしくね。そして。ヒアゴン小学校5年生の金城幸樹です。幸樹君もよろしくお願いします。さあ、また一人一人、ユンタク、ハンしてみたいと思います。まずはテリアカノンさん。 はい、カノさん元気元気です本当ちょっと風邪気味ちょっとねえ今日お家帰ったらなあったかいなんかおいしいの食べてね <laughs> しっかりねちなみにお姉ちゃんがさっきからね追加するメッセージくれてますねお姉ちゃんのお名前教えてください <laughs> テリアユミカですユミカさんユミカ姉ちゃん優しいですかそこ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  <laughs> <laughs> 今日だよ二人三人三人もう一人は 弟に、二年ご組に。弟がいる。いる弟の面倒はちゃんと見てますか。多分。多分見てる。ああ、そうなんだ。いいですね。さあ、そんな加納さんも、児童会役員に、まあ、選ばれたわけなんですけども。意気込みを一つ教えてください。意気込みうん。どれかこれからの一年間、どんな一年にしたいですか。うん。うん、みんなが、笑顔、うん。 うん、笑顔の学校にしていきたいと思います素晴らしいですねさすがやっぱり児童会になる人は違いますねみんなに聞こうかなどんなことをやっぱり頑張りたいっていうなんか宣言とかしたんでしょカノンさんも覚えてる何つったの覚えてない覚えてないのこれあれだよさっきの話でもいいんだよ気づいたって話でもいいんだよ <laughs> あれなんでそんなに受けてたの僕本当に知りたいんだけど校長先生が何とかってこと 違くて、彼が面白かったってこと。<laughs> こなんか謎だな、エアコン小学校今度行くわ俺、俺 <laughs>、うん。はい、ありがとう。え、カノンさん、学校で楽しいこと何に教えて。楽しいこと。うんうん、友達と。喋ることと。読書、うん。読書、いいね、結構さ、あの、学校行くと、誰々さんは何冊読んだみたいな感じで、こう、ね、やったりするじゃん。カノンさんは。あれ、毎月。 あれするのかな数えていくのかな<る>今月はどうですか2月 2> 一番上だと一番上トップ,トップということは何冊ぐらいまで言っているのかな何冊言ってかんないるのか分かんないぐらい読んでるんだすごいな読書が楽しいっていいよね楽しいこれってさひょっとしてですけどお家でお父さんお母さんがカノオさんがちっちゃい時に 本ととかかかの読み聞かせとかっててされてたしてないあれい <laughs> 外れたやってないけど本読むの好きなんだ好<き>なんで本読むの好きになったんですかきっかけを教えてくださいなんか、うん、初めて読んだ本が、うん、物語の主人公がかっこよくてうん、うん 他の本の主人公とか、うん、いろんなのを見てみような、うん、見てみようかなって思って。ちなみにその初めてかっこいいなと思ったストーリーに出てきたそのお話のタイトルを教えてください。タイトルなんだっけ <laughs> 覚えてる？覚えて,覚えてない。覚えてない。へえでもこれ教えてね今度ね。うん、じゃあ一番最近読んだので面白かったのは何？最近読んだ、うん。覚えてるのでいいよ。 ゆうきくんのストーリーはまだ読んでないのゆうきくんのさっきの <laughs> ゆうきくんさなりたいってよまだ見てない、ね、まだ見てないまだ気づいてない <laughs> もういいやありがとうございます <laughs> はい緊張してるよねそうだよね続いて島袋ぶ来くんさんはい元気元気です <laughs> ちょっとマイク近づいてもらおうかな <laughs> はいに来いくんが今学校で頑張ってることなんですか えっと下級生の人たちに親切にしたり、うんうん、親切にしたり、通りかかった人に挨拶を自分からできるようにすることです。素晴らしいですね。どんな感じで挨拶するのいつも？えっと礼、うん、をする前に挨拶をして、挨拶した後に礼して。 五年生で、うんうん、あの五千五礼してって言われて。五千五礼?。言葉から先に言って、<お>後に礼をする。へ、うん、五千五礼って言うんだ。初めて知った、今じゃあ本番の感じでやってもらっていいですか?。せーの。おはようございます。<laughs> ありがとうございます。言ってから、言ってから頭下げるんだっけ?。ありがとうございます。こんな感じでよろしい?。はい。<laughs> <laughs> ありがとうございます、えー。学校で他にもいろんな楽しいことがあると思いますけども、どんなことが楽しいですか？体育で競争したり、うん、えっと新しくできるようになった時きが楽しいです。じゃあチャレンジしてそれができたりすると達成感があって楽しいよね。はい、やっぱり一番体育が好き？はい、部活とかもやってんの？はい、何でしょう？うバスケットやってます。いいですね。バスケット楽しいよね。はい、なるほどありがとう。じゃあ続いて金城浩吉くん。はい。元気？ 元気です。もう君は元気しかないねどうやら。はいはい。<お>い <laughs> ありがとう。学校で頑張ってることなんですか。あの児童会で明るく元気に過ごせる学校を目指して頑張っています。うんうん、すごいな。君も体育が好き？好きです。ああ特に何？あの動く、うん、もう体育って全部動くんですけどうん、うん、その中の競争や、うん、あの蹴る。うん 動作、動作のものが大好きです。蹴る動作のものってもサッカーしかないんじゃない？あのなんか野球なんですけど、なんか競う競技で。あ競技、球技。あ球技、球技が好きってことかなるほどね嬉しいね。学校で体育だけじゃないでしょでも授業は。あはい。うん他の授業でも得意なもんなんかあったら教えてください。算数で計算が好きで。ああ。 あの,、うん、あのなんか小数の割り算とか掛け算もそうなんですけど、うん、すげえなはいまあそろばんとかもいってんのいやいってませんあいってないけど算数得意、はい、いいですね今度なんか今ね大人たちはねあの領収書とかねいろいろ集めてね、はい、確定申告に行かないといけないシーズンで数字が得意な人大募集してるんですよ、はいはい、手伝ってくれますか いや、まだ早いと思います。そうだよね。そりゃそうだよね。失礼しました。はい、では、ここでみんなそれぞれの夢も聞きたいと思います。じゃ、あ逆から行こう、金城の後期からいこう、後期の将来の夢、教えてください。あの、プロ野球選手か、消防士になりたいです。お、どっちもなったら。あ、あ、あれじゃない。どっちか一つしかなれないので、もうどっちも、できたら、あ、どっちもできたら、もう最高なんですけど。うん。 どっちかじゃ一つ選ぼうとしたらまあまあプロ野球選手ですねまあプロ野球選手憧れのプロ野球選手は誰ですかあの大谷翔平選手ですだよねじゃあ打って投げて、はい、モテてみたいなどうでしょういやモテんのはあんまりえだよね恥ずかしいよね、はいはい、<laughs> ありがとうございますもう一つ書いてあるよ将来の夢ああ 忘れてない、これ、あと一個あるよ。あ、ドラえもんに会うこと。ドラえもんに会うこと。<laughs> あ,あ、なんかギャラリーに、な何人、何人かいるよ。<laughs> <laughs> <laughs> ありがとうございます。<laughs> 続いて、島袋未来君。未来君、将来の夢。プロバスケットボール選手になることです。はい、プロバスケットボール選手、入ってみたいチームはどこ。キングスです。だよね、キングス最近ちょっと調子どうなの。うん、あんまり。ね、もうどうしてほしい、キングス。 B リーグで、うん、あの新しく始まった B リーグでも、うん、えとたくさん優勝してほしいねそうだよね応援最近行きましたかははいおその時は負けたあん、の、な、ー、俺ちょっとみんなの力が足りないねぜひたくさんファンを増やして応援して優勝できるチームになってほしいねはい、はい、ぜひあなたも選手になったら引っ張っていってくださいよはい、はい、応援してますありがとうそして最後 5年生テレアカノンさん将来やってみたいこと夢歴史上の人物の研究をしてみたいと思います歴史上の人物たくさんいるよね、うん、今興味がある歴史上の人物って誰ですか織田信長織田信長そして豊臣秀吉豊臣秀吉そしてそして <laughs> 他人の先生の名前は 久美子先生。久美子先生。先生久美子先生はどうでしょう。<laughs> かんない久美子先生もあなたにとって歴史上の人物になると思いますよ。久美子先生今日いるの。ない,いない。じゃあせっかくなんでラジオ聞いてるかもしれないから、久美子先生にメッセージをお願いします。どうぞ。<え>うん、いいよ。何でもいいよ。うん。うん これから児童会役員として頑張っていきたいと思います応援よろしくお願いしますはい素晴らしいありがとうございますそろそろお別れの時間がやってまいりましたこの曲を聴きながらお別れしたいと思いますじゃあカノンさんのこの曲リクエストお答えいたしましょう曲メール来てるいい曲書けようか先に、はい、まぶたをとんじるって歌どうぞはい これ部品っていうの部品っていう、はい、この曲を聴きながらお別れしますけれどもメッセージ紹介していきましょうラジオネームみゆき先生からもう一丁メッセージ届きましたよ児童会の皆さん素晴らしいトークです学校の顔となる皆さん先生は誇りに思いますよ頑張れといただきました拍手嬉しいですねはいまた来週も聞いてくださいねめぐちゃん来週どこだっけ来週はシビのサイズ 大人ばっかりきますね沖縄市 PTA 連合会の皆さんがユンタ監督しますよ。来週も楽しみに聞いてくださいね。本日のゲストはヒアゴン小学校の皆さんでした。ありがとうございました。わらびんちゃん応援ラジオ PTA パーっと楽しくあいえいなこの番組は沖縄市 PTA 連合会の提供でお届けいたしました。じゃあ最後にみんなでさよなら一緒に言いましょう。いきますよ。はい、せーの。さようなら。また来週。